モスタル。モスタルは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市及び、それを中心とした基礎自治体で同国を構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属する。また、ヘルツェゴビナ・ネレトバ県の県とで、ヘルツェゴビナ地方では、最大の中心都市である。ボスニア・ヘルツェゴビナでは5番目に、大きな都市で、市内をネレトバ側が流れている。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争期には事実上独立したヘルツェグイコールボスナクロアチア人共和国の首都と定められていた。ただし、政治情勢によって事実上の首都はモスタル近郊のグルデであった。今日、モスタルには新石器時代、青銅器時代、鉄器時代など戦士時代より広く人が生活していた跡が確認されている。最も古い集落は ブナ川上の泉の洞窟であった。鉄器時代には農業や牧畜も発展し、周辺地域との交易が行われていた。また、ローマ化以前のイリュリア人の生活の跡も残されており、墓地や要塞の跡も見つかっている。ローマ以前の人が住んでいた洞窟や貨幣、武器なども残されていた。ローマ時代この地域は、俗州ダルマチアに含まれていた。モスタル周辺では、 初期キリスト教のバシリカが3つ発見されている。その中でも5世紀から6世紀に遡るシムバシリカは、ボスニア・ヘルツェゴビナの文化財となっておりこの地域に、キリスト教が広がっていたことを示している。ローマ帝国崩壊後は、スラブ人がやってくるようになる。中世初期、モスタル周辺はザクルミア、またはザフムリエと呼ばれる広告の領域に含まれていた。ザフムリエは、 自治に関しフランク王国の影響を強く受けていたが、ザフムリエコーミハイロビシェビッチ、マイケル・バイズビック910から950の時期には、確実な自治を得ていた。13世紀になるとザフムリエは一時的に、ネマニッチアーサに吸収される。14世紀に入り1320年代になると、ザフムリエは、ボスニア王国の一部となる。14世紀から15世紀にかけフムの君主は、 力があった。その中のスチパンブクチッチ公がモスタル近郊のブラガイに居住し、1448年にヘルテグの称号を得ている。ヘルテグの称号は聖サバ公国や聖サバに関連したものとされ、今日のヘルゼゴビナ、ヘルテグノビなどの地名とも関連する。モスタルの成立に関連して、おそらくスチパン公時代の1440年代に2つの塔と要塞が築かれた。 右岸に築かれた要塞は、タラ、タラと呼ばれ、左岸は、ヘルビア、ヘラバイジャと呼ばれていた。ヘレツグサ島は、タラ島の隣に築かれた。島は防御のために築かれ、以前から、ある木製の釣り橋も引き続いて使われた。これも、スチェパン港の時代に築かれている。アルファンソ五世の特許上にも、間接的に言及されていた。居住地として、 モスタルが最初に文書に記録されたのは1452年4月3日からで、ドゥブロブニク出身者がジョルジェ・ブランコビッチに仕えていた同居者に手紙を記したとき、ブラディスラブ・ヘルツェゴビッチが彼の父親であるスティパンコに抵抗し、ブラガイの町や二つの要塞、ネレトバの橋を含む他の場所を占領したと述べている。モスタルの名称が最初に現れたのは、 オスマントルコによる1468年から1469年の調査で、ネレトバ川下半にあった村の2つの塔を言及したもので、ラグーサ共和国議会の文書により1474年明らかなった。モスタルの地名は実在した市場から左岸に向けて、かかっていた木製の橋を守る、橋の万人を意味する、モスタリ、モストリから来ているとされている。 オスマン帝国がモスタルを支配し始めたのは1468年頃とされ、35人のオスマン兵が滞在した土地は分割され住民は濃度にされた。モスタルはオスマン帝国の支配下に入ると居住地の都市化が始まる。最初はカディルク、カーディーと呼ばれる方、行政管区の中心として整備された。この時以来、モスタルは鉱物資源が豊富な中央ボスニアから、 アドリア海への交易ルートの中継地として発展、ネイレトバカワウガンの居住地の広がりを見せた。オリエンタル支配については記されていないが、町は市場であるチャルシアや、手工業、商業中心地と、マハラや住宅地区の二つ異なった地区に組織された。1468年、モスタルはトルコ語で橋のそばの要塞を意味する、キョプリヒサールの名を得ており、 当時中心部には15件の住居があった。16世紀、ネレトバ川を渡る重要な交通路であることから、ネレトバ山尺の主婦となり、ヘルツェゴビナ地域の行政の中心都市となった。現在に至るまでモスタルの象徴的な存在である、スタリモストは1566年には、木製の橋から石橋に変わり、建築家、ミマール水難の門下生であったミマール。 ハイルッティンにより作られ、オスン時代の重要な建築物の一つとなっている。スタリモスとは、全長二十八メートル、高さ二十メートルを誇り当時すぐに驚嘆するものとなった。著名な、オスマンの旅行家、エブリア・チェレビは十七世紀に、橋は、一方の崖ら他の崖へ伸び、空まで舞い上がる、虹のようだ。私は、アンダーの一人の貧しく惨めな従属者に過ぎず、 16、各国も巡ったが、今までこのような高い橋は見たことがない。橋は空と同じような高さを岩から岩へかけられている。と記している。16世紀から17世紀にかけ急速に町は発展し、この間、モスタルの人口は1万人に達した。町は典型的なオスマン帝国の町として通りや近隣が開発された。 旧市街は一番古くモスタルを表す橋に次いで、最も重要なもので、ネレトバ川の両側に広がる。興味深い記録として17世紀から18世紀初期には、モスタルには24のモスクと22のマハラがあった。オスマン様式の街の発展は17世紀後半から18世紀初期には、ピークを迎え、オスマンの支配力も19世紀半ばには衰えていき、これに代わって、 キリスト教が主要な役割を担うようになってきた。宗教の寛容から町でのキリスト教の宗教施設やコミュニティの建設が受け入れられた。最も古い聖教の教会は1834年に町の東側の山の斜面に建てられている。その後、カトリックも自らのスペースを確保している。1878年から第一次世界大戦後の1918年まで、 モスタルはオーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあった。1881年にはモスタル・ドゥブの主教管轄区の中心地となり、1939年にはユーゴスラベア王国のクロアチア自治州の一部となっている。第二次世界大戦時、モスタルはナチスの傀儡政権であるクロアチア独立国の重要都市でもあった。第二次世界大戦後、 モスタルはユーゴスラビア社会主義連邦共和国のもと、工業都市として開発が進められプラスチック、タバコ、防キサイト、ワイン、飛行機、アルミニウム製品が製造されグラボビザ、サラコバツ、モスタルなどのダムがネレトバ川に建設され、水力発電が行われている。モスタルは、この間ユーゴスラビアの著名な工業、観光の中心都市であった。 ボスニア・ヘルツェゴビナがユーゴスラビアからの独立宣言後の1992年から1993年にかけ18ヶ月間、大いかにあった。ユーゴスラビア人民軍が最初にモスタルを爆撃したのは1992年4月日で、続いて徐々に町を支配下に置いていった。1992年6月12日、クロアチア防衛評議会は、 ジェイエネをモスタルから追いやる十分な力を集めた。ジェイエネは報復として砲撃を行い、フランシスコ会修道院やカトリックの大聖堂、五万冊の蔵書がある図書館を含む、司教宮殿、カラドジョズベイモスクや他の13のモスクを破壊している。1992年6月半ばには、戦線は東側に移動し、ハボは、 セルビア正教会のジトミスリッツ修道院や1863年から1873年にかけ建てられた聖教のイタリ生産者大聖堂、通称、聖教の古い大聖堂、生新女誕生聖堂、通称、聖教の新しい聖堂など19世紀中頃、以来の建物を破壊している。ボスニアヘルツェゴビナ閣僚理事会の議長であるニコラ、 シピリチのボスニア・ヘルツェゴビナの姉妹政党である HDZB は、ヘルツェグイコールボスナ・クロアチア人共和国の存在を宣言し、政治、文化、経済、領土のすべてをボスニア・ヘルツェゴビナからの分離を宣言している。モスタルは東西に分断され、西側はクロアチア勢力が、東側はボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の軍が、マリそれぞれ支配することになった。 1993年11月8日には、両勢力の退治により、クロアチア勢力側により、スタリモストは破壊されている。紛争後、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷は、ヘルテグイコールボスなクロアチア人共和国の指導者を、人道に反する罪やスタリモストの破壊を含めたの、戦時中の犯罪に対して訴追している。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結の1995年以降、モスタルの復興は急速に進むこととなった。紛争で廃墟となった場所には新たに住宅やショッピングセンターなどが整備されている。モスタルは欧州連合の監視団による直接的な監視の下、各選挙が行われ民族間の調停や都市の政治的な統制が考えられた。また、復興には1、 500万ドル以上が使われている。破壊されたスタリモストや周辺の歴史的な建物の再建も1999年には開始され、2004年にはほとんど完成している。復興にはスペイン、アメリカ、トルコ、オランダ、クロアチアが資金援助を行っている。グランドオープンは2004年7月23日に厳重な警戒のもと取り行われた。 スタリモストの再建と並行して、アガハーン文化財団とワールドモニュメント財団は5年間で歴史的なモスタルを再建、復興する努力を引き受けている。モスタル旧市街の復興がない限り、橋の復興だけでは意味が欠けることが早い段階から理解され、歴史的なモスタル特にスタリモスト周辺の再建を助けるための旧市街の保存スキームや個々の再建画が形作られた。 プロジェクトの結果、計画に基づき復興された旧市街の建築物群の運営や維持、文化、観光地としてのモスタルの広報を行うなど重要な役割を担うスタリグラードエージェンシーが設立された。公式には、スタリグラードエージェンシーは、橋の開業式典と同時に業務を開始している。2005年7月、ユネスコはスタリモストとその周辺を世界遺産に登録している。 モスタルは、ボスニア・ヘルツェゴビナ南部に位置し、より限定的には、ヘルツェゴビナ中部に位置する。モスタル都市圏は、ヘルツェゴビナ地方の地理的な中心で強国の中心を、ネレトバ川が流れ、ネットバ川の町グラット NA リッキーニーリビとして、知られている。レートン合意以前の自治体を含めたモスタル都市圏は3つの、盆地で構成され、北側のビエロポリエ、ビジェロポルジーは、 国交を構成し、中央部のモスタルダに、モストスカ・コトリーナは、モスタル市と成交で構成されている。南側のビシチェポリエ、ビスポルジーは、南高とモスタルの工業地域を構成している。ビシチェポリエは、多くの地図では、モスタルスカ・ポリエ、モストスコ・ポリエの名称が使われている。市街地は、標高60から80メートルの場所に位置し、周辺部には、 ベレズ山地とディナルアルプス山脈の一部である、ペルニ山地がある。また、モスタルやヘルツェゴビナの他の町は、岩が多い。モスタルには、ネレトバ川以外にラドボリャ川、近隣には、ブナ川、ブニツァ川、ヤセニツァ川が流れている。モスタルの地中海性気候に含まれ穏やかな気候で、あるが冬は寒くとても暑い夏が訪れ、摂氏45度の最高気温を記録したこともあり。 ユーゴスラビア一暑い都市で、現在のボスニアヘルセゴビノでも一暑い都市である。秋から冬にかけてはとても雨が多いが夏は雨が少ない。雪が少ない土地で15日以上の降雪日を記録したのは1955年、1956年、1963年、23日、1984年、1985年、27日、2004年。 2005年である。最も強い冬のシーズンの一つは1971年で、当時37センチメートルの降雪を記録した。記憶に残る厳しい冬は1929年、1940年、1956年である。2012年2月4日にはモスタルは完全に封鎖され、吹雪が60時間も続き、交通は混乱し、市民生活は麻痺に陥り、 ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は自然災害の宣言を行った。翌日の2月5日には88センチメートルの積雪を記録し、モスタルの観測史上初であった。2009年7月17日に、モスタルでは夜間に最低気温が摂氏29.3度以下に下がらない記録を連邦水門気象機関が記録しており、1893年以来の記録であった。 2011年9月はヨーロッパでも最も暑い年の一つとなり過去65年間では最も暑い9月であったと宣言されたが1987年9月15日も同様に摂氏40.6度に達する高温であった。ここ10年のモスタルの気候は顕著に変わってきており乾燥した天気や我慢できない暑い夏自然災害も発生している。市議会は 市長の公務を監督する役割を担い、議員は市民の代表である。市議会は一員制で35名の議員で構成され、議長が1名、代理が2名よりこれらも議員である。モスタルには、税務、都市計画、経済、文化、教育、議会を支援する部局など17の部門により、行政サービスが担われており、自治体内には6つの支所がある。二千八年十月五日に、 ボスニア・ヘルツェゴビナでは自治体の選挙が行われ、モスタルでは HDZB が多くの得票を得たが、選挙では市長不在の問題が解決されず440日間も市長がいない状態が続い。この間、17回も市長を議会の中から選ぶことが試みられたが、いずれもうまくいかなかった。モスタルでは市長を 市民の直接投票で選ばず議会の中で3分の2以上の得票を得た議員が市長に就任る。原因の一つにはモスタルに定められた法令が挙げられている。ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表の介入によってモスタル市の法令に修正が加えられ、HDZB のリボ・ベシリッチが市長に選出された。2004年にモスタル市に関する法令が採択され、 モスタルの中心部を構成する6つの自治体は、公式に統合され一つの自治体として、モスタル支部を構成する自治体となった。現在定められている紋章や式もこれに基づいたものである。当時のボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表は、イギリスのパディア手段であったが、法令を進めていた。それ以前は、紛争以前から存在したネレトバ川を境界に、 クロアチア人地区の3つの自治体と母主ュ人地区の3つの自治体の計6つで構成されていた。この制度はクロアチア人よりも人口の少ない母主ュ人に有利なものであるが他の都市ではこのような規定はなく選挙時に議員定数や選挙区と著しい有権者数の違いの関係で問題が起きるということで不公平であるとクロアチア人側から指摘されていた。 このことから、先の主張不在などの問題も発生したとされている。2011年、ボスニア・ヘルツェゴビナの憲法裁判所は、モスタル氏の地に関する法令は、ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法に反するとして、これを一部改善するよう勧告している。モスタルは、芸術、料理、音楽、劇場、博物館、文学など、文化的な面でも幅広く優れたものを有している。 ヘルツェゴビナの著名な作家や詩人であるアレクサ・シャンティッチ、ヤイバン・ジュブコ、プレドラグ・マトベイエビッチ、ヒムゾ・ポロビナなどの出身地である。モスタルで行われる文化行事であるダニ・マティツェフ・ルバツケは重要な行事の一つ、クロアチア政府やボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の講演を受けている。夏にはサンティック・ポエトリー・イブニングスやモスター、サマー・フェスティバル、 フェスティバルオブボスニアハーツェゴビニクワヤーズ、アンサンブルズ等の詩や、音楽などの文化的な行事が開催されている。メロディジア・モストラと呼ばれる音楽イベントは1995年以来行われているほか、クロアチア国立劇場が組織するモスタルスカリスカや、モスタルユースシアターが組織する国際的な詩のフェスティバルも行われ、文化的な行事が幅広く行われている。 15世紀後半から19世紀後半にかけて、オスマン帝国の領域下にあったモスタルでは、オスマン時代の建築群とその後のオーストリア・ハンガリー帝国支配時に建てられた外国の影響を受けた建築群が巧みに結合している。オーストリア・ハンガリー時代、モスタルの市議会とオーストリア・ハンガリー帝国は協力し都市計画の改良の手段としてネレトバ川西岸で広い通りや、 区画整理を課し、インフラや通信、住宅の整備に投資を行っており、インフラの整備が進みモスタルの東西は結びつくようになっている。注目に値するものは、サラエボーの建築家、ヨシップ・ワンザシュが設計した聖の建物や1902年に、フランティシェク・ブラジェクが設計したギムナジウムが含まれる。1948年から1974年にかけて工業を基礎に、 金属加工工場や綿織物工場、アルミニウムプラントなどが整備されていった。その結果、労働者人口が増加しモスタルの人口は1945年の1万8000人から1980年には10万人へと増大した。ネレトバ川東岸ではインフラの整備が不十分だったため、西岸で大規模な住宅団地の建設が進むことになった。この間、 現代的なプレハブやモジュール化された大量に供給できる建物が支持されていた。機能的な商業ビルは歴史的な建物が残る東岸でも現れ始め、オスマン期から残っていた建物を置き換えていった。一方で1970年代から1980年代にかけての安定した経済化では海外からの投資も進みその結果、都市の文化財の再建や保護が一層と進められていた。 モスタル旧市街を保存する持続可能な経済的な計画は自治体により実行され、アドリア海沿岸からは多くの観光客を集客し、都市の経済に活力を与えた。この10年計画の結果、モスタルは1986年にアーカ・ーハーン建築賞を受賞している。スタリモスト建築の前に試験的に作られたと言われる。 単一アーチの石橋クリはチュプリアにより築かれ、1566年に完成している。チェイバンチェハイモスクと名付けられ現在では、絵画のほか、スタリモストを模した銅や、聖堂の彫刻、ザクロや杖などが売られている。コスキメフメドパシャモスクで、オスマン時代より賑やかなバザールである。現在ではほとんど、ヘルチェゴビナ産の生鮮品を扱っており、イチジクや、ザクロは広く、 一般的に扱われている。地元の蜂蜜などもまた、ヘルツェゴビナ地域では有名である。モスタルの郷土料理は、西洋とオリエント両方の要素が調和されている。伝統的なモスタルの食べ物は、長年のオスマン支配から、トルコや中近東、他の地中海地域の料理と関連している。しかしながら、その後のオーストリア支配から中央ヨーロッパの影響も受けている。 バルカン半島では、おなじみの料理であるチェバプチチ、ブレク、ヤプラク、ムサカ、ドルマなどはここモスタルでも、一般的で、バクラバやミルヒライスなどのデザートも味わうことができる。モスタルはボスニア・ヘルツェゴビナにとっては重要な観光地となっており、鉄道や長距離バス、チャーター便などによって、多くの国内、海外の観光客を受け入れている。スタリモストを中心とした、 旧市街は、モスタルでは最もよく知られた、観光地である。モスタルにはこれ以外にも、オードネリートや残存する初期キリスト教の、クリムバシリカ、オスマン時代のハンマーム、公共浴場、時計塔、サハットクラ、サハットクラ、シナゴー八1889年というダヤ教徒の、共同墓地、多くの教会、モスク類、フランシスコ会修道院、16から19世紀に、 かけてのオスマン居住地、曲がった橋を意味する古い橋である、クリバチュプリアクリバキュープリや、タラとハレビアの塔などが注目に値する。第二次世界大戦時のパルチザンを記念したモニュメントも、モスタルのもう一つのシンボルである。モニュメントは、セルビア人建築家によりデザインされた。カトリックの巡礼地であるメジゴリエだけでなく、モスタル郊外のプラガイのダルビー種の修道院テキアも、 同様に信者や観光客が訪れ、ブラガイ要塞、ステーバングラードなどもある。また、モスタル周辺部は自然が豊富にあり、遺跡も多い。モスタルには19の高校と24の初等学校がある。高校の中には16の職業訓練校と3つのギムナジウムが含まれる。大学は、ドジェマル・ビーエリッチモスタル大学とユナイテッド・ワールド・カレッジが立地する。 モスタルは政治的な統制もクロアチア人とボシュニャク人の二つの民族によって都市は分かれている。モスタルのセルビア人は紛争中、町から追われたが、少数は現在も残っている。紛争集結以来、姿勢は民族間の平等に注意深く配慮し慎重に行われている。クロアチア人とボシュニャク人の大部分はネレトバ川を挟み別々に生活している。 バカバサイ、バンジェドル、ブラガーッジ、ブラガイ、ボガードル、ブナ、シム、キュール、ドーブク、ドンジャドレズニカ、ドンジジャセンジャニ、ドレアカベス、ノージョニス、ゴーランチ、ゴーンジャドレズニカ、ゴーンチノージョニス、ゴーンジージャセンジャニ、ガバビカ、ホドビナ、ヒューミーラサニー、イリサイ、ヤセニカ、カメナ、ココリナ、コザー、クレイモンク、クリバダル、クルーザンジ、クーティリバッツ、 レイクサベン、マロポリュージ、ミリコビサイ、モスター、モスタルシガイ、オーロック、オーシュヘイス、ピージェシ、ポットグラニー、パドガーイエ、ポットベルズ、ポラグ、パトサイ、プリグロディニー、ラビナ、ロスカゴラ、ラスタニー、ラブニー、ロードック、シリースト、スレプカサイ、ソバサイ、スリニス、ストライザボ、ビホービサイ、ボジョベロンハバサイ、ペプシーシー、ベディ、チチェムリエ、 ジェルジョッサ、ジュタミスリサやイズリア。現在、スルプスカ共和国に属するイスト地にモスタルは、紛争以前は、モスタル自治体に含まれていた。モスタルの経済は、アルミニウムや、金属加工業、農業、石材加工、観光などにより成り立っている。民間部門では、中小企業がここ数年、顕著な伸びを示しており、積極的なビジネス傾向となっている。 いくつかの著名な外指揮銀行がモスタルにも支店を置いている。三つのダムがあるモスタルではそれらを基礎にさらなる生産開発が行われる。また進行中のプロジェクトとして風力の利用や風車の建設が計画されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中の九百九十一年から九百九十五年にかけてモスタルでは他の重要な企業が閉鎖や損害、 縮小などの影響を受けている。その中には、軍用機を製造するそこの工場や、タバコ製造工場のファブリカズハナモスター、食品工業のヘプックが含まれる。1981年のモスタルの一人当たり、GDP は、ユーゴスラビア平均の103%でった。ユーゴスラビア時代からの企業は、アルミニーだけである。アルミニーは、 ボスニア・ヘルツェゴビナでは有力な企業の一つで多くの国際的な関係を持つ企業である。毎年安定して収益を上げており、国際的な企業であるダイムラーやフィアットなどと関係を持っていたが、最近ではコスト高や価格の低迷により閉鎖が発表されている。モスタルは毎年開催される国際経済フェアのホストを1997年以来務めている。 モスタルには鉄道駅が1カ所とバスターミナルが2カ所あり、バスターミナルの一つは鉄道駅を兼ねている。鉄道はのプロチェと首都サラエボを結ぶ路線がモスタルを経由し、サラエボやクロアチアのプロチェなどを結ぶ列車が運行されている。列車の運行は数往復程度なので、長距離バスに比べると旅客の利用には何がある。モスタルには M17 号線。 欧州自動車道路73号線 E73 が通っており、モスタルでは最も重要な幹線道路で、クロアチアのプロチェコーやメトコビチ、サラエボへ通じている。またこの幹線道路を利用した長距離バスが鉄道駅圏、バスターミナルから運行され、サラエボへ毎日10往復程度運行されているほか、クロアチア各都市とも結ばれている。長距離バスは、 サラエボのセントロトランス社、セントロトランズ、ユーロラインズ、グルデのアウトヘルツ社、オートハーツ、メジュゴリエのグロブツアー社、グラブツアー等が運行している。ユーゴスラビア時代には、モスタル地域の公共交通を運営していたのは、アウトプリエボズ社、オートプリージェボスで、現在は、モスタル資産家のモスタルバス会社が担っている。モスタルのバスは、黄色が特徴で、 バスの車両は日本から寄贈されたものである。モスタル南港のオルティエスには、モスタル国際空港があるが、現在は、定期路線はなく主に、イタリアなどからのメジュリエの巡礼車や、観光客が利用するチャーター便が使用している。モスタルで最もポピュラーなスポーツはサッカーである。地元のサッカークラブである FK ベレジュモスタルは、ボシュニャクが、HK ズリニスキモスタルは、 クロアチア人がサポートしてい、ボスニア・ヘルツェゴナ紛争以後、民族別にサポートするチームが異なるようになってきた。両チームとも、ボスニア・ヘルツェゴビナの最上位リーグである、プレミエルリーガに参加しており、両チームが対戦するときは激しい試合となる。HK ズリニスキモスタルは、BL ブリーエグスタジアムを、FK ベレジュモスタルは、ブラプチチスタジアムをそぞれ、本拠地としている。 バスケットボールクラブチームの HKK ズリニスキ、モスタルは国内リーグでは高いレベルにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。